え、モディリブさん、ありがとうございます。いや、肉詰まってますやん。え、ご説明お願いします。じゃあ、ハラミ、はい、上がハラミで、ミこれカルビで、カルビ、これはロースカルビ、ロースカルビ、あとヘレ入ってますね。ヘレ入ってます。はい、一応4種類です。赤身に4点盛り、はい、セット、ありがとうございます。はい、いやー、毎日毎日暑いなー。ということで本日はここ上 JR の長井からお届けしております。ということで、あの地下鉄のあの長井からもね、歩けるんやけれども、だけどどこ行くんやったらね、ちょっと見える、この駅からもう目の前のところにあんねんけれども、最近なかなかさ、外でバーベキューからできへんやん。バーベキューできへんねんけども、グランピングって流行ってるやんか、あそこ。そういうグランピングスタイルで食べれる焼肉屋さんやねん。ということで、こういうなんちゅうの、暑い時は焼肉食って精をつけよう。ということで、グランピングスタイルで焼肉行ってみよう。ということで、やってきました焼肉食堂角屋さん。ここがね、グランピングスタイルでキャンプスタイルでご飯食べれんねん。ということでさ、外にはな、こういうキャンプセットみたいなのがあって、中見て、ほらほら、こんなキャンプスタイル、感じ、お前このキャンプスタイル、明るい感じ、まだたまらんやろ。ほいで、こっち側がこう来ると、ここにメニューあんねんけど、こんな感じ、見て見て、美味しそうな感じでしょ。感じでございましょう。ということで、まあ前にね、角屋さんで確かどっかのお店行ったんやけど、そこと同じような感じらしいわ。ということで、早速このお店入っていこう。ということで、早速入ってみましょう。ということで、うわー、明るい厨房。ということで、店内も明るいね、こんな感じで、うわー、感じやな。早速行こう行こう。感じはね、めちゃめちゃ明るく活気がある感じ、よろしいね。気につけてもらえますか。はい。うわ、ここなんか、これ、これ何、キャンプのセットじゃん、これ。そうです、グランピングセット、これ。そうです、ごっついソファ、ほらほらほら、こんなんあって、今、気につけてくれたんやけども、ここでいただくんですね。はい、先生、ご注文のタッチパネルの方でお願いします。あ、このタッチパネル、はい、あ、ありがとうございます。ちょ、なんかおすすめみたいなのありますか。あ、本日のおすすめです。あ、これがおすすめ。はい、あ、わかりました。やっぱりここはあれ、あの、定食っていう感じ。いや、定食は昼だけです。はい、あ、晩はやっぱり焼肉酒場みたいな感じ。夜は普通に普通の焼肉屋さん。はい、そうです。なるほど、わかりました、ありがとうございます。ではでは、まずどうします、どうしましょう。まずはやっぱりドリンクが長い。ドリンクの生ビールというか、生ビールを入れて、で、まずは昇進ですね。ビールだけを先昇進して、で、続きましてお肉いってみましょう。お肉、やっぱこれは赤身のスタイル。失礼します。これってやっぱ厚切り牛タンとか、これとか、よっしゃ、ほな、これでいこう。これいきましょう。よっしゃ。はい、いきましょう。よっしゃ、いった。はい、ありがとうございます。生ビールになります。ありがとうございます。やってきました、やってきました。ありがとうございます。9割はまずはいい、取りましょう。乾杯。そう、やっぱり、このまま。とりあえずは今注文したが、赤身のオールスター。赤身のオールスターと、厚切り状態。こっからお刺身を選んだら、大好きな生千枚。千枚刺しがあるじゃないの。やっぱり千枚刺し、注文しておきましょうよ。ね、ということで、注文確認。ではでは、送信。ありがとうございます。新しいバーベキュースタイル。見てこれ、ほんま。本格的なバーベキューコンロになって、それはコンロ持ってきますか。コンロ、ありがとうございます。コンロの説明なんです。え、あ、コンロ、はい、煙そのものが出ない。煙出ないです。本物の無煙ロースター、ヘルシーロースター。あ、これ、はい、それがこれ、はい、そうなんです。なんかあれやもんね、中、ちゃうもんね、これ。そうです、そうです。あれ、炭っぽいけど、はい、ケースが遠赤外線みたいな。あ、遠赤外線のやつ。はい、で、じわーっと肉を。なるほど、なるほど。温めていく。ちなみに、タレの説明は、こっちが醤油ベースかな。これが醤油ベース。醤油ベースのタレがこんな感じになりますな。で、肉が味噌ベースやな。味噌ベースはこっちや。このタレは、こんな感じ。こってりとあっさりみたいなね。こちらが醤油です。こちらが味噌ベースでございます。この2種類、オリジナルブレンドらしいね。では、いただきまーす。ということで、好きな人がいただこう。好きな人がキャベツ。キャベツいただこう。やっぱ、いただきます。ビストみたいなのがあるから、僕の働いてるの以外にもやっぱ。なんか、同僚さんとかも。野菜はいろんな。うまいわ。ということで、やってきました。私大好きな生千枚、千枚刺しでございます。うまそうやないの、うまそうやないの。とぶっとこう。千枚刺し、とろっとこのタレにつけて、ネギと汁とか、こんな感じでいっときましょう。水道線とか入れたら、
ゴリやわ、うん、これやっぱり生千枚、千枚寿司はたまらんなくて、生千枚と千枚寿司、あの言い方違うけど同じ商品なんでね、なんでか知らないんだけど、大阪の方では生千枚で、関東の方行ったら千枚寿司って言うらしい。まあまあそれはどうでもいいけど、ちょっと大人売りでいこうか。ちょっとたっぷりこうやって入れて、わあうまそうな。ちょっと酸味が効いてるタレな、酸味は効いてないけどそこまで辛くもなくやや甘みが入ってる感じ。いただきます。いただきます。ジャンコロナやばかったんだけど、このコリコリ食感だけは癖なのねえ、生せんない、あんま食べへんのだけ今日視聴者の方コメントでもらうけど、ね、ね、みんなが食べたらうまかったわー言うねんけど食べ過ぎないけど食べてる、うまいから。うまい、これでビール、なくなったわ、おかわりしよう。ビールを注文していっときましょう。注文でございます、ありがとうございます。やってきました、これが角屋さんの厚切り牛タンでございます。うまそうやね。まずは厚切り牛タンでレモンしまうから、レモン、レモンか、レモンをここにキャラーと、あたたた、熱いって熱いって、今度今度熱い、で早速焼きましょう。厚切り牛タン、厚切り、これどうすんの、これでやから、ちょっと使い慣れてへんから分かるよね。なんか開きが悪いけど、え、これでええんかな、こんなにしか開けへんけどええんかな。まあまあ使えるからええやけどな。これもバーベキューのセットかな、バーベキューとかあるキャンプ用のセットかな。よし行こう、やっていこう。もうええ頃やね、もうええ頃、暑いわこの頃、めちゃくちゃ暑いぞ。で、レモンをつけていただきましょう、いただきましょう。ごわく、これくらいで、あー、ございます。あんま、うまいなこれ、ちょっといつものダム、熱いってこのコンロめちゃくちゃ熱いねんて、熱いし、熱いし、熱いこれ、熱い熱い熱いコンロ、熱いコンロでこれちょっと2つまとめていただきます。これはちょっと重ね着やったらえらいことになりそうやから、分けるわ、おっつい。もうこの椅子がさ、なんとも思うこれ言うがやねこれ、焼肉屋さんの椅子じゃないもんね。ええ感じ、ええ感じ、いっとこいっとこ、うん、お湯をゆく、なんでビール、え、モディリムさん、ありがとうございます。いや、肉詰まってますやん。え、ご説明お願いします。じゃあ、ハラミ、はい、上がハラミで、でからカルビ、カルビ、これはロースカルビ、ロースカルビ、あとヘレ入ってますね。ヘレ入ってます。はい、一応4種類です。赤身4点盛り、はい、セット、ありがとうございます。はい、赤身のオールスター盛り、これいっときますか。うまっすね。お肉という感じでね。まずはこれ、こっちにやっぱ赤身ぐらいから、赤身からいこうか。この赤身、赤身を、よいしょ、赤身乗せて、火の赤身乗せていこう。よっしゃよっしゃ、赤身を落とせましょう、ボンボリューミー、なんの落ちた。じゃあ、まずこっち、これを、これ味噌だれ、
味噌だれでいこうか。こっちの味噌だれ、これまず味噌だれでいきましょう。味噌だれって言ってんだけど、そんなに味噌っぽいような感じじゃないのかな。いただきます。肉が赤身やけど、ほんま全然硬くなる、柔らかいわ。で、味噌だれってのね、濃い感じじゃないんだけど、全然濃いくない。うん、どっちがじゃなかった。味噌風味でもなく、どっちがあっさりいう感じだな。うん、色だけが濃いような感じ。そんな濃くない、全然。うん、カニ肉甘いな。で、お次、お次はこれ。これを醤油だれ、醤油だれでいただいてみよう。今はお次はこちら醤油だな。どうも。こっちの方が酸味があってやや甘口を感じて、あの僕と違ってこっちの醤油の方が好きやん。うまい。ビール、あーうまい。これも人それぞれやけど、味噌はな、なんか思ってた味噌っていうんじゃないし、パンチがあんまりなかった。で、こっちの醤油の方はほんまにさっぱり、あの軽い酸味があってそこに甘みがあるからな、ちょっと変わった醤油だね。これ、うん、あの食べ比べやったらいいけど、僕醤油が好きや。うまそうやね。ちょっともう一回、もう一回味噌、こっちのもう一回この味噌でいってみよう。これうまそうか、いってみよう。ロロボね、うまい、やっかいわこれ。あ、でもほんのり今味噌味したの、うん、軽く味噌って感じじゃん。さっき何でやったかな、あんまりせえへんかったね。今さ、お店の人に教えてもらって、この隅っこ、この隅っこあるやん、こっちのさ、隅っこの方が熱が強いんやて。だからこういう大きいお肉は隅っこの方に持ってった方がええで言うかで。だからこういうのをね、隅っこに持ってくる。で、こういう薄いやつは真ん中持ってったら程よく焼けますよっていう格好やな。このコード変わってるぞ。隅っこが強火、真ん中が中パッパーいう感じな。どういうことじゃねえ。美味しそうやね。ちょっとこの真ん中、この薄いお肉、これちょっとダブルで入れましょう。ダブルで熱い熱い、このコルクめちゃくちゃ熱い。こっちの味噌、これでちょっと2枚重ねで、こんな格好でいただきますね。失礼します。2枚重ねないの。よいしょ。売上優勝者、それを取りの会場買ってきて、さっきほど刺し歯入ってるけど、これも柔らかい肉、2枚重ねるの適度な歯ごたえがめちゃうまい。ここにでビール。表彰会なんで本展開で、こっちがあの大きい肉、これはさすがに重ねられへんよね。この1個だけ、1個だけは醤油でいただきましょう。ええー、感じのちょっと赤みが残ってますよね。たまりませんね。この肉やっぱりまたごついなぁ。しかし肉が似てるような感じだな。そしたらもうそのイベントを数ヶ月半として全国肉もうまいし、ほんまグランピングってやったことないけど、こんな感じだから、どれだよ、焼肉屋さんに来てるっていう感じじゃない。ほんまに普通に匂いを落ち着いて焼肉を食えるっていう感じだから、どうだよ、また焼肉屋さんに行くんだイメージしちゃうもんかと言うて、バーベキューじゃないからな、バーベキューじゃないやけど、ほんまな、どうだろう、タンポスタイル、これほんま椅子も低いし、テーブルも低いからね、こうやってこういうソファーだからどっしりと構えられてるのんびりできる感じと、ここで食べるまで焼肉は焼肉やねんけど焼肉じゃないかじゃん、どうやねんって話した。少人数で行って、例えば現地あかか、ごめんごめん、最後の大事なんだよ、このごっついに思った。これ、ごっついに
これやっぱ最後醤油入れたらもういいのかな。うまいやろ。これでもね、タレはね、好きやと思う。試してみて、まだよかった。都道府県とかに、何だろう、繋がってるところがあるはないじゃない、支店的なのはあるある、支店というか、営業所の腕一応、大阪は若いのがめちゃめちゃな、店内がまた明るいね、どうだよな、おしゃれはおしゃれやねんけど、ほんまなんて言わないあのカジュアルっぽい感じで、まさにほんま、あの、何の、グランピング施設、グランピングが明るいかどうか分からないから、行ったことないから、グランピングやってみたかったけど、でも、グランピングのそういう施設の中でやる焼肉って、こういうイメージかなってね、つかめるから、これはこれでいいと思う。グループ会社が応援できたりとかしてて、あの、北陸の会社に変わった。変わった、言うね。今日はちょっと変わった。前にこのカブヤさんはナンバかなんかで行ったような気がするんだけど、このキャンプスタイルにちょっと惹かれて、あのカブヤさん来てみたいかな。これはこれでな、また食べ方が変わって気分も変わるから、ええと思って。いい感じ。ということで、またよかったらな、このキャンプスタイルの何でやろ、グランピングをイメージした焼肉で、焼肉を食べてみたい方は来てみてはいかがでしょうか。本日、焼肉大満足。ごちそうさまでした。